当にあのいいタイミングでまたパスも出てくるんですけどね、はい、あそこからのシュートをやっぱり打たせてはあのかなり、お今打ちましたが残念ながら、さあ残り時間30秒ほどとなりました。これあの瀬高さんの言ってる通り本当にねチャンスですよ、こうチャンス、合うか、おお決まった、決まりました。30秒残してすごいいいところに来た。クラシックかな。そうですね。いや古橋選手嬉しそうですね。よかったですね。さあこれで5対5。チャンス。あーゴール前行ったけれども。いやー。寝そべった成澤選手に阻まれる。ね、両者行ったり来たりとバックを運び合っている状態ですね。今バックスのゴール前打ちましたが、うん、しっかり抑えましたですよね。うん、あチャンスだね、清水君決めろ決めろ、どうだ、うわぁ石川選手、バックスの選手が今ペナルティーボックスに入りまして、レッドイーグルス北海道はパワープレーに入っています。本当に瀬高さんの言っていたこの5分サイドからあいいっすね、ガッチリしっかりブロックショット、古橋選手、はい、おぉあ、ここで大きくパスを回しながら、うん、わー、ね、試合切りたいですね。このね、渡辺くんのちょっと上下の動きもうちょっと動いてほしい。あーと、よし、いやー止めた。パスを回しながらレッドイーグルス北海道、ここでなんとか1点欲しい。打ってくる、あーあー、こぼれるように転がった、もったいない。レッドイーグルス北海道ワンゴール決まりました。こう転がるようには入りました ね、 ね、一旦止めたんですけどね。いやこの後リプレイまた見返したいと思いますけれども、1対1の同点となりました。いやもうここ切り替えて、はい、中屋敷選手のゴールとなりました、はい、ある意味お互いあのパワープレーでのゴールですから。そうですね、まあ、ここまたの中島選手がアシストを決めて、お入ったね、お決まりました。この早い点で遠くこれはね大きいですよ。いやすごい、大きい2点目大向選手です。でもこういうところ本当にもう一回、まあ、お互いにね、お互いにお互いに整理、頭整理してね、はい、危ない、見ます、でもしっかり止めます。お、切ってくる、うわラッキー、取れました。ですけど今もしっかりディフェンス分かってますしね、はい、打ってくる、あーゴールが動いた。さあパスを回し合いながらシュートチャンスを狙う、ね、少し早く あのパック動かして、次はサイドから、うわ惜しい、惜しいなっています。レッドイーグルス北海道を打ってきますが、あセカンドチャンス、うん、ちゃんと止めました。したよ。アタッキングゾーンに一気に進みます。ここねしっかりバックスはもう集中力出さずに。はい。レッドイーグルス北海道まだ、お打ってきます。おもつれながら回転を崩していますが、おゴール前部。おー鈴木選手いきますね、いいはね、はい、チャンスだよ、チャンス、そのまま打つか、おー入った、惜しい、入った、おーどうだ、よし、入りました。バックスがパックをキープしています。こういうところですね、こういうところ、こういうところが失点につながるんで、はい、なかなか出てこないパック、おこぼれたパックを、危ないよ、北海道がキープ、お中央で抑えました。お選手で戦ったバック、来たよ、来た、来たか、どうだ、うわー、取れた、ホスト、すごい守りがいましたね、そこに。いやー、2連勝、松井さん、やりましたね、素晴らしい。